驚愕の結末。井上尚弥 vs 井岡一翔。勝敗の行方はどうなる？解決策はあるのか？こんにちは、ボクシング専門の記者です。今回は、注目の一戦、井上尚弥対井岡一翔の勝敗について考えてみたいと思います。まずは、両選手の現状を振り返りながら、予想を立ててみましょう。井上尚弥は、ボクシング界で非常に有名な選手です。彼は、常に、驚きの連続で戦い、数々のタイトルを獲得してきました。そのスピード、テクニック、そして強打は、多くのファンを魅了しています。しかし、井岡一翔も、決して侮れない存在です。井岡一翔は、井上尚弥と、同じく実力派のボクサーです。彼の持ち味は、パワフルなパンチと強靭な精神力です。井岡一翔は、これまでにも、多くの強敵を倒してきました。その戦績からもわかる通り、彼には、必ずしも井上尚弥が勝つわけではありません。では、この一戦の行方はどうなるのでしょうか？まずは、両選手の技量やデータを総合。敵に考慮して予想してみましょう。井上尚弥は、スピードとテクニックに優れており、そのフットワークは群を抜いています。一方で、井岡一翔はパワフルなパンチと強靭な精神力が武器です。井岡一翔は、相手選手を圧倒する強打で、一気に試合を決めることが多いですが、井上尚弥は、その攻撃をかわし、カウンターで応戦することが期待されます。井岡一翔が井上尚弥に勝つためには、スピードとテクニックに対抗する方法を見つける必要があります。可能性としては、井岡一翔のパンチ力を生かし、カウンター攻撃で井上尚弥を追い詰めることが考えられます。また、井岡一翔の強靭な精神力が勝利につながる場面もあるでしょう。一方で、井上尚弥が勝つためには、自身のスピードとテクニックを最大限に生かす必要があります。井岡一翔のパンチ力に立ち向かいつつ、的確なカウンター攻撃で井岡一翔を制圧することが求められます。結局のところ、予測するのは難しいかもしれません。しかし、井上尚弥と井岡一翔の一戦は、間違いなくボクシングファンにとって見逃せない第一番となることでしょう。いかがでしょうか？この記事を通じて、井上尚弥と井岡一翔の今後の戦いについて考えてみました。果たして、勝利はどちらの手に渡るのでしょうか？驚きの結末になるかもしれませんね。もちろん、解決策としては、両選手が持つそれぞれの強みを最大限に生かすことが重要です。どちらも一度も倒れたことのない強者同士の対戦、まさに、ボクシング界の新たな伝説が、生まれる瞬間となるでしょう。あなたは、この一戦の勝敗に、どのような予想を立てますか？コメント欄で皆さんの、意見をお聞かせください。果たして、読者の皆さんの予想は的中するのか？今からとても楽しみですね。動画をご覧いただき、ありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタン、コメント、そしてチャンネル、登録もお願いします。